よし、まあいいや、とりあえずやりましょうか。順番に切り切りますよ。まあ適当に自分たちなりの考え方を言ってもらえば結構だと思う。後ろの方から来ました。後ろのチームから。じゃあすみません、橋本君行ける？大丈夫。まあとりあえず思いつきです。とりあえず、はい。農家にとってはいいのではないかと思います。仮に農地を増やしたとしたら、その分負担も増えて米の価格も落ちるので、農家にとっては負担が大きくなるし、コストもかかるだけなので、このままでいいのではないかなと思います。このままで減反政策を進めればいいのではないかなと思いました。はい。まあ、いろんな意見がありますね。まあ、減反政策、まあ、とりあえず、ちょっと皆さんに聞きましょうか。はい。減反政策、これは何でもいいですよ。とりあえず、食料問題解決したらどうしていいか。だから、僕が減反政策の話を出したのは、世界中で、食料足りないなっていうのは、そうしてもらう。その国が食料を持てないっていうのはやっぱり経済状態が悪いからで、日本みたいにその食べ物が余ってるって言ったらあれですけど、もともと輸入できなかったら日本も同じような立場に置かれる国だと思うんですけど、やっぱり日本経済力があるんで他の国から買って買えたりしてますし、でもその今飢餓状態の人が多い国っていうのはそれができないから、その国が経済的に豊かであれば自然と解決できるのではないかなと思います。はい。まあ、経済的に豊かっていう話ですよね。はい。どうでしょうか。こちらのチームのメンバーは、アフリカとかもなんか文化とかによって違うんですけど、虫とか食べる文化とかあるじゃないですか。でなんか聞いたことあるんですけど、世界中の人が虫を食べるようになれば食料問題は解決するって聞いたことがあって、だから先進国の人とかもなんか虫とか食べれるような文化を広めていったら、なんか食料問題解決するんじゃないかっていうのが一つと、バイオテクノロジーとか遺伝子組み換えとかのなんか技術を使って効率よくどこでも作物を作れるような技術を広めていったら、まああんま作れてないところとかでもたくさん作れるのじゃないかなと思いました。はい。この中長野県出身の人いないですか。長野県ね、虫食べますよね。蜂の子とかさ、蜂の子あとなんかバッタとか食べる、イナゴ食べますよ。で長野県の行くとイナゴ売ってますよ。イナゴのなんか感動漬けっていうのがあるかね。みんな普通にパックは食ってますよ。学校給食出たりとか。いや全然、あと韓国、タイもね、チェンマイとか行くとね、みんなうなぎ、ケムシとか食べてますけど、ケムシはなかなかイケてる味がするんですよね。どうでしょう。はい。私たちは主に日本がどうしたらもっと農作物を作るようになるのかみたいなことを話し合いました。でその時にその減反政策をやめて、お米の消費量とかも下がってるんで、その余った分を輸出したらどうかみたいな話が出ました。で私が実際に北京に行った時に日本の米がもうすごいうやうやしくスーパーに並んでるのを結構見てて、
の結構現地のお金持ちがそのプレミアみたいなのつって結構買っていたので、そういう感じで割とお米も美味しいと思うので、もっともっとそのフランスとか結構食料輸出してるんで、そんな感じで儲かる、お金を農業したら儲かるっていう仕組みを作らないと、やっぱりどんどん農業人口が減っていくんじゃないのかなと思いました。はい、それなかなかね、いい戦略なんですね。輸出というのはね、非常にいい戦略なんですが、ただ残念ながら今放射能でね、結構大変なことになってて、特に最近静岡県がね、ついにリストに加わっちゃったので、今までフランス政府、静岡県はリスト入れてなかったんですが、あまりにもそのね、あの放射能検出の事件が相次いだんで、静岡のものが、フランスに向けて輸出できなくなっちゃってます。ですから静岡ダメだってことは、あの辺関東圏一体全部もしかしたら危ないのかなって話もなりかねないんで、結構、ね、非常に大変な問題なんですが、今の意見としては非常に面白いと思います。こちらこう、私たちは自分で食べるものぐらいは自分で準備できるようになりたいねってなって、でも日本でそれをしようと思ったら土地がないから、田舎でぐらいしか作れないから、なんか都会でもっと農業ができるようになったらいいなっていうふうになりました。でビルの屋上をちょっと農地化して作るとか、水だけで作れる野菜とかがちょっと増えてきてるので、そういう技術がもっと発達できるようになったらいいなっていうふうになりました。はい、ありがとうございます。結構、ね、今室内でいろいろと、ね、レタスが作れるやつあるみたいですよね。なんかその辺でいろいろと我々が本当気軽に、それこそあのマンションのベランダとか作るようになったら持っていかななんていうことは大賛成ですね。はい、僕らのところも、都心を利用して、まあ、ビルの屋上とか地下を利用して、農作業をすることで、まあ、根本的な、まあ、生産量を上げることによって、まあまあ、自給率も上がるんじゃないかっていうふうに考えました。まあそうですね、規制とかしてしまう、輸入規制とかしてしまうとやっぱり摩擦とか起こってしまうと思うので、まあ、それに関してはやっぱり難しいんじゃないかというふうに考えました。はい、まあいろいろとね難しい問題ですよねこれはね。でも考えるのにふさわしいテーマだと思うんですが、こちらは4人、こちらあんまり思い浮かばなかったんですけど、経済状態が悪い、食料不足の国は土地が余っていると思うので、米の作り方とか野菜の作り方などの農業を広めることで飢餓状態の国が減るかなと思います。はい、非常に今のポイント面白いんですけど、まあ、米を作るために水が必要なんですよね。水が本当にドカッと降るようなところじゃないと難しいわけですね。ですからそのあたりは気候状態とかもいろいろ見ながらいろいろ考えていくと面白いかもしれません。こっちはこうあ、これやったね。はい、じゃあこっち、はい、食料自給率の話になったんですけど、減反政策するほど米とかが作ろうとしてるんやったら、そのお米作ろうとしてる分で他の食料とか作って、日本はお米めっちゃあると思うんで、それ以外のものを作って輸入の量とかも減らして自分の国で全部、地産地消みたいな感じできるようになったらいいんじゃないかなっていう話になりました。ありがとうございます。まあ、その辺値段がねやっぱちょっと圧倒的に安いからね、海外の方はね。ただあれですよ、黒豆とかね、その辺に関してはお菓子メーカーと一緒にやるとかね、そうすると結構ね意外になんとか回り始めるみたいですよ。だからよく例えば北海道の有名なねお菓子屋さんいくつかありますけど、六花亭とかなんかその辺は全部ね十勝産の小豆使ったりとかいう形で一応回ってるケースはあるみたいですね。これちょっとそっちの右奥のカラーですね。私たちは日本で考えたんですけど、結構面積が39ヘクタールの耕作放棄地があるんで、それをなんか若い農業をやりたい若い人たちに
提供して、でそこで農業を訓練させて、である程度できた人からその土地をなんか売るなりして、そこの耕作地にしていったらいいんじゃないかなって考えました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、実際ね、そういう試みいくつかね、あの行われてたりますよ、実際のところ。どうしよう、ここはこういう3人。私たちのところも地産地消を考えてました。今はサンダでもなんか結構お店とか行ったらサンダさんのものとかが売られていたりして、すごい新鮮で、なんかスーパーで買うよりもなんかちょっと高くてもなんかそっちがいいかなと思うので、あの地産地消を押します。はい、お願いします。そうですね、あの地産地消するとあのフードマイレージとかでね、燃料代もかかんないとなりますね。でぜひあの皆さん、あの三田周辺に住んでるんでしたら、あの JA 行ってください。あの三田駅の近くにある JA と、あそこ行くと結構おいしいものたくさんありますし、あとあの横田温泉のね、あのとこにいろいろ野菜とか扱ってるとこあるんで、あのそこをねおすすめしますよ。はい、こちら。私たちは農業を食べていける仕事にしていくということを考えました。どの農家でどれだけの生産と利益を見込めるかというのをちゃんと分析した上で、燃料となる原油を割安で売ってあげるとか、沖縄で始まっている放水設備の投資をしてあげるとかいう政策もあるのではないかと思いました。はい、ありがとうございます。ね、農業どうすればうまくできるか、あの一ついろんな意見としてはね、兵役の代わりに農役みたいに作りたい話もあるんですよね。だから学生さんは必ず4月の田植えの時期は田植えしないとダメだとかね、なんかそんな感じ あの規則を作ってもいいんじゃないかなっていう議論もないわけではないです。はい、どうでしょう。まだちゃんとしっかりとまとまってないんですけど、まず私たちが考えた方策は2つあります。で、1つは39万ヘクタールの耕作放棄地をどうやったら農業に使えるのかということで、すごい大胆なんですけど、まず地代を国に払う地代をなくします。でもその代わりお米を売ったらその何パーセントかを国に納めるというふうにして、最初の地代コストを少なくすることで農家に取っかかりやすくする人を増やすということと、あとそうですね、で需要は全体にあるので、農家をやってお米をやって売ると需要はあって買ってくれる人がいるので、農家もやりやすいんじゃないかなっていうのが一個と、あともう一つが、土地代をなくしてもう結局一つになっちゃったんですけど、土地代をなくして、農業をやりやすくする人を増やすっていうのと、需要があるから絶対売れるっていう、でその海外にある需要に売りやすくするシステムみたいなのを国が作ってあげることでいいんじゃないかなっていう、すごいグダグダってすいませんでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まあ、いろんな意見が、ね、あって、今の意見もそれなりにいろいろ真剣にご議論していくと結構面白いことができるんじゃないかなっていうのを思いました。よし。